いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日は私にできる話をしようと思いまして、その解離性遁走の話をしようと思います。解離性同時性障害は他の解離症状を併発するっていう話なんですけど、解離性遁走っていうのは何かの理由でストレスか何かでその別の生活を始めてしまうっていう症状なんですけど、私の場合には家に帰らなくなった当初っていうのは、私が大学に入った時のことで、大学に入ったと同時に、夜勤のバイトをしてたっていうのがあって、その夜眠れないから夜寝ようとしないで働こうと思ったのがきっかけで夜勤バイトを始めたんですけど、昼間は大学に行ってるし夜は働いてると思ってるから両親はそんなに気に留めなかったみたいなんですね。で、別の暮らしをしてるっていうのをいぶかしくは思ってたみたいなんですね。解離性遁走は一見周りから見ると普通に生活してるように見える。遁走中の自分って全く別の状態で、その時代の子たちって自分がもともとどこに住んでるかとか実家の記憶とかっていうのも丸すっぽ抜けてるっていう状態で、まるで別の人になっちゃってて、その今は記憶にあるんですけど、その時代に母親が一度うちの職場に来たことがあって、で知り合いっていう感じの話し方をして母親がすごく嫌な顔をして帰ったっていうことがあって、だからその創作したりとかっていうよりもこの子はなんか勝手にそういう生活をしているっていうふうに思われるだけで、意識がなくなってる状態の存在がいるっていうことはまるで認識してもらえないで、気がついたらその彼氏さんっていう人と結婚前提に同棲をしてたんですね。私はそのあたりがどうなってたかっていうのはわからないんですけど、私はその実家に暮らしてたはずがなんでここに住んでるのかがわからない状態で、それで自分の人生っていうのを完全に決められてしまってて、その結婚だとかっていう話だとか、まあその周りの人とかもそれが普通だと思ってて、で自分の意思でやってることだろうっていう受け取り方をしてたので、抵抗ができないというか、あ、そういうものなんだっていうふうに考えて暮らすしかなかったっていうような感じなんですけど、その後も全くゆかりのない場所で生活をしてる。それで結局私の場合解離性遁走っていうのから戻ってない状態っていうような感じになってるんですね。まあその DID っていうのがあるんで、その遁走中の子っていうのがいるわけで、でそれが分かってくるにつれて、あ、自分にはこういう流れがあってここに住んだりとかこの人とこういう風になったりとかっていうことが、まあだんだん動画を通してとかそういう風に自分の中で理解ができるようになってきて、実際のところが分かった時に結構ショックを受けたりとか、そのなんでそうなってるんだろうって混乱することとかあると思うんですけど、そのなるべくその遁走って言われる時間の、情報を集めてほしいなって思うんです。絶対なんか理由があるんですよ。まあ私もすごく辛かったんですけど、そのなんでこんなところにいるんだろうって、周りの人たちはそうやっぱりゆかりがあってその場所に住んでたりとか、じゃあ結婚したり友人関係があったりっていう風にするんですけど、私の場合はもうそういう私にとってゆかりがないものに結構囲まれて、それで辛い思いとかもあったんですけど、なんだろう、理由が分かってきたりとか、その間の自分がどうだったかとかそういうのを分かってくるにつれて、やっぱりあ、なんか理由があったんだっていう風に腑に落ちるというか、なんか受け止められることができるようになるんで、
帰り持ちの子ってこういう風になってる可能性がある子ってあると思うんですけど、絶対なんか理由があって、で自分の代わりにじゃないですけど、そういう替え玉みたいな感じになってて、必ず理解し合えるものだとは思うんで、と向き合って見てほしいなって思います。このケース自体がすごく少ないみたいなんですけど、解性遁走っていうのは解説されてるのを見るよりもやっぱりすごく辛い症状です。と今回は解離性遁走の解説動画でした。ありがとうございました。